組織とか会社の本質っていうのはもう本来的にはパーパス系にあるっていうふうに思ってます。存在意義とかパーパスとかコアのバリューとかそういうものっていうのは、まあ、そうそう簡単に変わるものじゃないし、もし本当に変えなきゃなんないんだったら一旦解散して作り直した方がいいぐらいというふうに思うんですよね。このパーパスっていうものをやっぱり取り戻していくっていうのがすごい重要なんだと思うんです、まあ、心の平和とか経済的な安心っていうものを本当に提供していこうと。今を動かす地と出会うニューセッション、こんにちは、モデレーターの川口愛です。今回のテーマは SDGs やステークホルダー資本主義が重視される社会背景の中で、さまざまな企業も導入しているパーパス経営について今一度皆さんと議論していきたいと思います。はい、それでは早速ゲストの方をご紹介します。まずはプルデンシャル生命保険株式会社の代表取締役社長に2023年1月に就任される馬原寛さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール教授の入山昭恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、入山先生、早速パーパス経営が今日テーマです。はい、本当に先生よくいつもお話されているところだと思うんですけれども、はい、まあ、パーパス経営大体こう2010年代ぐらいから注目を浴びるようになってきているのかなと思うんですが、はいはい、まあ、こういったこう流れ、今時代背景でこのパーパス経営が重視されている背景みたいなのから教えていただけますか。ですね、まあ、まず実は結構びっくりしたのが、はい、今日プルデンシャルのね、はいはい、馬原さんとお会いさせてお話しさせていただくんですけど、結構プルデンシャル生命さんがパーパス経営を大事にされてるっていうのは実は存じ上げなくて、まずちょっとそれがいい意味で驚きだったなっていうふうに思ってるなといろいろ伺いたいなっていうふうに思ってるんですけど、パーパス経営は当たり前なんですよ実は。そもそも企業の本質であるべきもので、でどちらかというと、まあ80年代90年代ぐらいまでの日本、まあ、日本の企業の考え方の方が僕はちょっと異常というあったらあれなんですけど例外だったと思うんですね。でも本来企業っていうのは当然お金を儲ける組織ではあるんだけど、当然社会的なミッションがないと前に進まないものなんですよね。でただちょっとここが大胆に言うと70年代80年代それから90年代の初頭ぐらいまでっていうのは結構日本ってこうキャッチアップ型で、こうとりあえずなんかうまくやったらお金儲かるっていう時代 で、はいはいはい、でしかも意外と変化がなかったんですよね。で当時まだまだ日本人自体も、まあ、高度経済成長期だったんでやっぱり豊かになりたいっていう方が先に来たわけですよね。なんでそういう時代が続いたわけですけど、今この2020年代、まあ、もう10年ぐらい前からですが、ある程度まあ日本が先進国の仲間入りをして経済的に落ち着いてきたと。そしてもう一つやっぱり不確実性が高くなってきてるわけですよね、はい、で先が見えない。僕も今20代の方とかとよく話するんですけど、残念ながら20代の方とか10代の方って日本に明るい展望そんな描いてないんですよ率直に言うと。だけど楽しく幸せに生きたいってなってくると、大事なのはお金以上に自分がどうやって幸せになって、そして幸せになるときに重要なのは自分が幸せになるというよりもやっぱり人を幸せにすることなんですよね、うん、人にこう役に立ったって思ってもらえると自分も人間で幸せになるものなんで、だそういった要素が相まって今この最近パーパス経営っていうものが特に求められているっていうことだと思うんですが、僕はそもそも組織とか会社の本質っていうのはもう本来的にはパーパス経営にあるっていうふうに思ってます。なんでようやくいい時代が来たなと、はい、そうですよね。あとなんかその一方でこう、まあ、パーパス経営が重視されるときにそのパーパス経営ってどういう、こう起点で考えるべきかみたいなところも結構こう議論のポイントになっているかな、はい、例えばこうミッションとの違いは何だとかでしたりとか、はい、まあ、パーパスの方がこう大きい船の中で考えるんですみたいなこととかもあったりですとか、はい、ポイントがあると思うんですけど、はい、入山先生はそのパーパス経営のポイントってどういうところだと思うんですか。私は実はこれ、はい、いけると怒られるかもしれません、はい、けどあんまねどうでもいいよって話してます。なんでかっていうと要するに言葉が先行するのが一番良くないんですよ、はい、やれパーパス作ったのかとか、はい、今もほらミッションビジョンバリューで MVV ってよく言いますけど、はいはいはい、ね、うちのミッションはいやこれミッションなのかこれバリューなのかとか、はいはいはい、どうでもよくて、はい、そんなことよりも大事なのはまさに馬原さんが詰められていることだと思うんですけど、うん、うちの会社はこういう思いでやってんだと、うん、でこういう未来を作りたいんだと、だからこういうやり方で仕事をするんだと、うん、みんなやってこうぜっていう長期的な会社の思いとあり方と存在意義であれば、
まあ、何でもよくて、はい、まあ、うんうん、ただあえてね一応言うと、多分ミッションっていうのは自分はこうある、こういうことをやる会社でやると、はいはい、でビジョンっていうのは未来に向かってこういうことをやっていきましょうというビジョンで、はいはい、でパーパスってもっと大きな社会に向かって、我々は存在価値がこういうもので、こういう社会を作っていきたいっていうのがパーパスだっていうのが僕の理解なんですけど、うん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 、ただ僕自身は実際にいろんな企業さんとか経営者さんとお話するときは、うん、言葉はどうでもいいよっていう話をよくしてます。めちゃめちゃいい話ですね。はい、桃原さんいかがですか、あのプルデンシャル生命保険、あのパーパス経営大事にされているっていうふうにお伺いしたんですけど、いつ頃からまあ導入されているのか、ね、そうですね、はい、まあ、パーパス経営っていう言葉はまあ最近よく聞く言葉であって、はい、まあ、我々はそのパーパス経営、パーパス経営ってこう唱えてきたわけじゃ全然ないんですけどね、うん、まあ、創業の時からまあ思い返せば、まあ我々はその社会にどんな有用なことをしていくことでまあ存在意義を出していくのかってことをまあ真剣に問いながら作ってきた会社なので、まあそういう意味ではまあ創業の頃からこのパーパス経営というものをきっとやってたってことなんでしょうね。創業っていうともうだいぶねもう昔だと思うんですけれども、なんでその創業からこうパーパス経営ができているのかというか、その誕生のきっかけというか、まあ、創業は1980、まあ、正確には87年なんですけどね、うんうんうん、まあ、バブルが始まったぐらいでしょうかね、日本で言いますとね、まあ、その頃からなんですけども、まあ、当時あの日本という国は生命保険は非常にこう普及していて、うん、まあ、普及率でいうと世界一だったんですよね、うん、ですけど、まあ、実際普及はしてますけど、まあ、あまりその恩恵を得てないと言いますか、あまり生命保険を誤解にはされてますけども、ちゃんと理解されてなくて、結局入ってらっしゃるんだけど自分の生活に関しては不安だと、うん、まあ、いうふうに、まあ、思ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、まあ、そういうところに、まあ、我々がまあアメリカから入ってきたわけですよね。でその中で、まあ、日本 の, あの皆さんにもこの生命保険というものを通じて、まあ、心の平和とか経済的な安心というものを本当に提供していこうと、まあ、いうことを、まあ、存在意義として掲げてスタートしたので、まあ、当時 の, その生命保険 の,、まあ、この 業界が抱えるこの課題というんですかね、はい、まあ、これをまあ明確にまあ掲げてそれをこう解決していこうと、まあ、いうのが一つの存在意義として打ち出してきた、そういうことだと思うんですよね。なるほど。いやちょっとここからの議論でまたいろいろ深掘っていきたいと思いますが、本題に入っていきたいと思います。はい、今回パーパス経営本気でできていますかという大テーマをこちらの3つのポイントでディスカッションをしていきたいと思います。パーパス経営の落とし穴、パーパスを現場に腹落ちさせる方法、そして本気のパーパス経営が社会に生む進化ということで、それではまず1つ目のポイントですね、パーパス経営の落とし穴ということで、もう一回ちょっと詳しく、まあ、プルデンシャルさんのパーパス教えていただいてもよろしいでしょうか。我々はWe are the Prudential って、我々はプルデンシャルであるというフレーズからスタートする企業理念を掲げているんですね。うん、はい、でプルデンシャル生命の社員は生命保険業を通じ社会に貢献しようとする強固な意思で結ばれています。うん、こういうことから始まるんです。で業界の変革、まあ、先ほど申し上げてましたけど普及はしてますけどもあまりお客様が満足されていないと、うん、まあ、ここをきちんと満足して、まあ、心の平和や経済的な安心を届けようと、まあ、いうことを、まあ、一つのこのパーパス使命として、まあ、スタートしたわけですね。うんうん、まあ、これが現代でいう、まあ、パーパスだというふうに思っています。うん、まあ、まさにパーパスですよ ですね。パーパスドリブンであるっていうことですよね。はい、しかもまさにマーラさんのチャットにパーパスって言葉使ってないんですよ実は。うんうんね、だから どうですか逆にマーラさんもともと創業の理念であるわけじゃないですか、心の平和、うん、経済的安心で、うんうん、今逆にパーパスっていう言葉がふわふわっとこう今、うん、なんかねやったら盛り上がってるんですけど、どういうふうにご覧になってますか。まあこういう言葉が出てきたんだなと、でこれはまあいいことだと思うんですけど、うん、まあ、我々はこういうことは前からやってたなと、うん、今更っていう感じでしょうかね。本当によくわかります。どうですか、先ほど入山先生が冒頭でおっしゃっていた、まあ、その言葉というよりかは、まあ、どういう、 こう、まあ、社会に向けた本質の的な思いをどう届けるかっていうところで言うと、うん、まさにずっとやってきていらっしゃるっていうことだと思うんですけど、うん、まあ、社員が一体何のためにここで、まあ、一生の間の大半の時間仕事するわけですから、はい、まあ、もちろんそれはお金を稼いで生活をするためだと思いますけどね、うん、ですけどそれ以上に大切なものがきっとあって、はい、まあ、その方が
やらされ仕事じゃなくて当事者意識を持って自ら自分のその、まあ、使命というのは命の使い道って書くわけですから、うん、まあ、そういう命を何に使っていくのかってものを、まあ、実感できるそういう仕事がすごく大切で、うん、まあ、それをやはり、会社作りとしてずっとやってきましたし、そういう感触を社員に味わってもらいたいという気持ちが強かったと思うんですよね、うん、使命は命の使い道と、ね、当時ね、生命保険でもちろん日本にもね、生命保険会社さんいっぱいあるわけですけど、うん、プルデンシャルさんが入ってきて改めてその心の平和、経済的安心をもっと届けたいっていうのはなんかその当時の既存の生命保険業界に課題があったっていうことですよね。そうですね、生命保険文化センターっていう、公のデータセンターがあるんですけどね、そこの当時のまあ、データでいうと、まあ、先ほどもずっと言ってますけども加入率は高いんです。加入率は高いんですけども保証の十分性だとか本当にこれが自分のプロフィールに合った保証なのかということに関しては、はい、ほとんど、ご満足されてない。でこの状況は良くないだろう、うん、ですから我々は、まあ、ライフプランナーを要して、まあ、ファイナル3フィートって言葉で表現するんですけども、うんうん、まあ、最後の90センチの距離でお客様と対峙をして、へで、あ、そういう言葉があるんですね。ファイナル3フィート、はいはい、へでここを大切にしましょうと。でお客様から、まあ、きちんとその不安であるとか、もしくはニーズであるとか、お客様があまり認識されてないニーズというものもあるんで、うん、まあ、それをまあ掘り起こして差し上げながら、うん、オーダーメイドの保険を提供してご安心をしていただく、うん、でもそのなんていうんですかね、そのこう考え理念、まあ、いわゆるパーパスっていうことを多分その社員の方々、まあ、全員がこう認知してこう自分ごと化してやっているから、うん、会社として成長してそういう業界の課題を解決できていると思うんですけれども、そのパーパスっていうものをその全員にこう守ってもらうというか、ちゃんとこう飲み込んで自分ごと化してもらうっていうのって相当難しいことなんじゃないかなと思うんですけれども、うん、そのあたりはどういうふうに考えられていますか。まあ、当社は、まあ、特にライフプランナーは、まあ、要は新卒の大学卒業したばかりの方っていらっしゃらないんですね、うんうん、ですから、まあ、一時何か他のビジネスを経験された、うん、はいはい、まあ、中東の方なんですけど、ね、うん、で、まあ、キャリアインフォメーションプログラムという、はい、まあ、いわゆる会社説明なんですけども、うん、それをたっぷりやるんですよ。おで1回2時間を3回やるんですね、うん、まあ、その中で、まあ、こういうことを語っていって、で当社は分かっていただいて、この我々が掲げているそのいわゆるパーパスというものに賛同するかどうか、あ、素晴らしいですね、ここを乗り越えないと、まあ、我々も入ってきてもらってもちょっと困るので、まあ、多分あまりこう馬が合わなくて、いつか出てってしまう可能性もありますから、そこから、まあ、きちんとやってますね。なんかこうルールとして教え込むではなく、ある程度こうちゃんとこう自発性として答えられるかみたいなところが重要ってことですね、はい、これすっごい重要で、うん、日本の一般の企業さんで結構パーパス系が難しい理由ね、簡単なんですよ、うん、採用からやってないんですよ。あ、もうね、これがすごい重要で採用です。だからだってパーパスを信じている人に入ってきてもらうと困るわけですよ、はい、これ別に日本の企業を批判するわけではないんですけど、うんうんうん、日本の会社の課題は今までそれをやんないで新卒一括採用終身雇用でやっちゃってるから、で、ね、はい、でその時パーパスの話してないわけですよ、うんうんうん、まあ、してても社長が最初の、ね、研修で、ね、1時間ぐらい喋っておしまいみたいな感じですから、まあ、本当に信じてないわけですよ。でもなんか名前がいい会社だから入りますっていう風にして入っちゃうんで、だから今結構大手企業で僕もすごいご相談いただくんですけど、うんうん、今パーパス経営やりたいと、ですごいご相談いただいて、うんうん、岩先生、うちに社内にパーパスを浸透させたいんですけどどうすればいいか、うんうんうん、無理です。無理とは言わないです、ただ相当難しい、はい、なぜかっていうと、もともと信じない人を採用してるわけだから、はい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 、その人間っていうのはね変わんないんですよ。なるほど、人間ってを変えるっていうのは非常に難しくて、もともとの思いとか、うん、でそんな変えられるなら離婚も起きないわけですよ、はいそうですね、人間変えられないから離婚も起きるわけで、はいはい、だから大事なのはやっぱりそもそもパーパスを信じている人に入っていただくっていうのは重要で、はいはいはい、だからそういう点ではプルデンシャルさんは外資系だからそれができるし、もともとそういう会社さんだっていうのもあるし、うんうんうん、あとやっぱり中途採用多いんで、うんうんうん、
だからやっぱり本当にプルデンシャルのパーパスを信じている人にまず入ってもらうっていうところは圧倒的に大きい。だからそこにこう惹かれて入ってくるっていう、その何ですかね、そもそもそのじゃあ大事にされているコアバリュー的なものがしっかりあられて、うんうん、でそこに対してまあ共感する方に来ていただいて、うん、さらにそれをこう自分ごと化してもらうということだと思うんですけど、うん、そこのコアになる点っていうのはどういうふうに置かれてるんですか。我々、まあ、コアバリューズっていう言葉が、うん、はい、まあ、よそ様にもあると思うんですけどね、はいはい、ありまして、はい、まあ、それが、まあ、4つのフレーズで作られているんですね、うん、で1つ目が信頼に値することっていう言葉、うん、まあ、日本語で言いますとね。で、まあ、2つ目が、まあ、顧客に焦点を合わせること、うん、でこれはお客様第一とはちょっと違うんですけど、うん、お客様第一っていうことではなくて、うん、お客様に従うとかそういう意味じゃなくてですね、うんうんうん、お客様に常に焦点を合わせて、まあ、ビジネスを行っていくっていうような意味なんですけどね、うんうん、であともう一つが互いに尊敬し合うこと、そして最後が勝つこと、うん、まあ、この4つの、まあ、コアバリューズを先ほど申し上げた最初の採用の段階から、まあ、きちんと、話をさせていただいて、まあ、この価値観にまあ、会う方々っていうのを、まあ、採用もするし、その後となる。それやっぱりその採用される方、入ってくる、プレゼンションを志望される方とかなり対話をしてみると、うん、採用段階で結構分かるものなんですか。分かりますね、それはね。やはりさまざまな会話をしているとその方々の価値観があるじゃないですか、分かるじゃないですか、はい、その価値観の、まあ、合致をまず見ないと、まあ、その方がただビジネスマンとしてね、ビジネスパーソンとして優秀であるから、まあ、それは一つの条件ではありますけどね、うん、価値観の共有ができないとやはりまあ一緒にやっぱりビジネスをしていくのは難しいですよね、うん、ですからそこは重要だと考えてますね。結構ありがちな質問かもしれませんけど、そうするとたとえすごい優秀でも、うん、この5つは価値観はちょっとうちと違うなと思ったらどんなに優秀でも採用しないという方針。そうですね。で、まあ、もちろん100% そこでふるいにかけられるわけじゃありませんけども、うん、やはりずっと価値観が、まあ、こう変わらなければ、まあ、いつかどこかのタイミングで出てってしまうこともあるでしょうし、うん、まあ、あとはもう一つはその価値観をそれからこう育んでいく、醸成していくということはあると思うんですけどね、うん、まあ、その中でやはり共有できないと、まあ、やはりまあ我々の、まあ、この社内ではなかなかこう楽しくね、はい、幸せに仕事できないかもしれないですね、かえって。いやでもその一方でですね、まあ、そういったこうパーパスみたいなのをこうまあ設定したにもかかわらず、うん、まあ、行動が伴っていないパーパスウォッシュみたいな現象が起きてしまうことも最近意外とまあウォッシュ系の話多いじゃないですか。パーパスウォッシュって言葉なんですね、はい、ね、グリーンウォッシュとかよくあるじゃないですか、ね、はいはい、なんかそういったこうパーパスウォッシュみたいなところが起きてしまうと、まあ、企業どういったような影響があるのかっていうのは。いやもう潰れんじゃないですか。まあ、そうですよね、うん、選ばれないしいい人も来ないし、うん、これから潰れますよ。まばたさんどう思われますか、パーパスウォッシュを防ぐために、まあ、プルデンシャルさんもずっとやってきてるので、まあ、そういったことはないとは思うんですけれども、どうなんでしょうね、まあ、ずっとやり続けてきてますからね、うん、それに関してまあ、あまりこう気にしたことはないんですけど、まあ、どちらかっていうと、まあ、我々の場合そのかなりこう社内に染みついてるので、うん、例えば社員が入ってこられたけど実際はよく違ったなんて話あるじゃないですか、うん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 、そういうことってもうないんですよね。入ったら思った通りの会社だったっていう。そうですで、まあ、私も次1月から8代目の社長になるわけですけど、はい、まあ、私も入社当時からそうやって入りましたし、私はさまざまな責任者になりますけど、私のその行為や発言は社員によって監視されてるって言ったらいいんでしょうかね、うん、そのぐらいパーパスに沿わないような発言やもし経営判断をしたならば大変な突き上げに合うんじゃないかなと、うん、まあ、いうような感じでしょうかね。面白いですね。でも岩先生今こう監視されているって、まあ、こういわゆるこう、まあ、
あの社長って、まあ、偉い立ち位置というふうにまあ思われがちですけど、逆にその同じこうパーパスを持った人たちから監視されていて、そこからちょっと行動がそぐわないと、あの、ね、皆さんからこう突き上げられるというか、そういうふうになっているカルチャー自体がパーパス経営が実現できているというのも言えるのかなっていう。間違いないですね。だから今日も真村さんが、なんかね、パーパス経営ってテーマで来たんだけど、いや、なんで今更パーパスみたいな感じで、これが本当に一番素晴らしい状態で、もうだからパーパスって言葉はどうでもいいんですよね、うん、本当に染みついてる状態が重要で、うんうん、でこれ僕よく申し上げるのが、パーパスとバリューはね、本当にね、戦略なんですよ、うん、戦略っていうと言葉は良くないんですけど、本当に会社ごとに違ってて、つまりプルデンシャルさんならプルデンシャルさん、ニューズビックスならニューズビックスだし、早稲田大学なら早稲田大学なんですけど、この会社が未来にこういうことをやっていくにはこういう行動を取らないとダメだよねっていうのを絞り込んで、それをもう徹底してやり抜くっていうのが大事で、うんうんうん、で バリューとか文化って何かっていうと行動なんですよ、うん、だから行動規範なんですよ、うん、これね、普通はね、まずね、日本の会社に言ってるのは、じゃあこの行動規範をまず決めましょうと、うんうん、例えば変化が必要な時代なら変化に合った行動規範を作って信じて、それを死ぬ気でやりましょうと、口頭だから。で誰からやるかって言ったら絶対社長からやるの、はい、なんでかっていうと会社っていうのはみんな上を見るんですよ、うん、社長がやったら役員がやるし、役員がやったら部長がやるし、部長がやったら課長がやるし、課長がやったら現場がやるんですね。だからまずなんかよくバリューのご相談来るんですけど、はいはい、まずお前がやれと、ね、あなたがもう毎日絶対それをやらなかったら会社変わりませんっていう話をしてるんですけど、多分プルデンシャルするぐらいに逆に染み渡ってると、うん、もうそれが浸透しちゃってるから、だからみんなそのバリューベースでやってるんで、そうするとマーバラさんがないと思いますけどバリューと違う行動しそうとしたら社長違いますよっていう、そこまでいっちゃってるってことですよ ね、 そうですね。なんかもう 究極形態みたいな感じですよね、うん、本当に。いや、なんかまさにこうパーパスが浸透されている例だと思うんですけれども、続いてのポイントですね、パーパスを現場に腹落ちさせる方法についてお話を伺っていきたいと思うんですけど、まあ、先ほどの、ね、入山先生、あのセンスメイキング理論の話もされてたと思うんですけど、遠い未来に向かってこう未来への腹落ちっていう話あったと思います、はい、だからそのこうどういうふうに腹落ちさせるのかみたいなこととか、そういう、こう社員の方々を見ていて、まあ、どういうふうにその腹落ちしてるなっていうふうに思われるかっていうと、どういうところポイントで見ていらっしゃいますか。単純だけどピュアに会社が好きっていう人ですよね。でそれはで特にプルデンシャルの方ですけど、外資系なんで、はい、もう新卒一括でも終身雇用でもないじゃないですか、うん、だからそのなんかそのメンバーシップ方でいるわけじゃないん で、まあ、でしかも実力がある方ですから、プルデンシャルで勤めてる方っていうのは、はいはい、大胆に言うといつでも辞められるんですよ。でもいつでも辞められるんだけど、プルデンシャルのパーパスとバリューが好きだから、ちょっと偉そうに言うといてやってるみたいな感じして絶対思うの。まあちょっと給料だけ見たら他の会社でもいいかもしれないけど、なんかこの会社やっぱり私好きだからいましょうっていう、やっぱりプルデンシャルが好きなんじゃないですかね。でそれはその名前じゃないんですよ、名前とかステータスじゃなくて、パーパスとバリューが好き、そうなんですよね、これねめちゃめちゃ重要ですよね。ですね、僕のもう一個取締役やってるソラコムっていうベンチャーがあって、はい、今 IoT のプラットフォームですごい伸びてる、うん、まあ、日本では屈指のベンチャーで今グローバルに行ってるんですけど、ね、今アメリカに進出してるんですね。でアメリカのデジタル人材ってご存知のように今給料死ぬほど高くて、はい、スタンフォード大学のコンピューターサイエンス取ると学部卒で今4000万円なんですよ給料で、めっちゃ困ってるんですけど、でもそこの中で今人材獲得やるんですけどね、ソラコムってね辞めないんですよ、従業員がその中でも、はいはい、僕びっくりしちゃって、うん、なんでこの会社こんな辞めないのって言ったら、その創業者の社長の玉川健君が、いや入山先生うちはねバリューがいいんだと、でまさにプルデンシャルさんと一緒で、バリューでソラコムのバリューが好きな人だけ取ってるから、でクラスになるとやっぱりもうお金どうでもいいんですよ、まあ、お金もどうせどっかでそこそこのお金もらえるんで、はい、やっぱり自分が好きなところで気持ちよく、うん、楽しい未来を作って気持ちよく働きたいっていうのがあって、うんうんうん、ソラコムはすっごいバリューを作り込んでるんですね。でそれを徹底してやってるからやっぱり好きな人が残るんで、めちゃめちゃリテンション高いっていう。なるほど、はい、いや桃田さんいかがですか、プルデンシャルさんではパーパスの腹落ちっていうところでいうとどういうふうにされていらっしゃいますか。まあ、腹落ちっていうことでいうと、うん、このよ、まあ、我々がコアバリュー4つしかないので、はい、この少ないですよね、びっくりしました。でもまあ少ないので、まあ、シンプルにこう、ね、常にこう心の中に持てると思うんですけどね、うん、で、まあ、毎年、まあ、これもうすぐ年が明けますけど、うん、この正月になると必ず書き換えるんですけどね、うん、コアバリューシートっていうのがあって、うん、
まあ、自分のそのコアバリューを、まあ、信頼に値することっていうのであればですね、はい、もう少し具体的なその行動で落とし込めるように、うん、一言二言自分の文字を入れるんですね。まずねこういうのを、まあ、全社員が作るんですね、うんうんうん、まあ、書き込むようにしています、うん、それと、まあ、私も少し年を重ねてきてしまったので、まあ、最近よくバズるバズるっていうふうにね、はい、おっしゃるようになりましたけど、はい、バズる機会がたくさんあるんですよ、うん、でそのバズセッションっていうのをとにかくたくさんやるんですね、うん、へえ、ことあるごとに、まあ、ミーティング何かがあったら、うん、今日はバズセッション30分やりましょう、でコアバリューズについて話をしましょう。バズセッションってもう少し教えていただきたいんですけど、なんか急にこういうのやりましょうっていう突発的に作るっていうセッションですか？まあそうですね、まあ、計画立ててやる場合もあるでしょうけど、まあ、各現場支社であればですね、週に2回ミーティングがあるんですけどね、で今週の木曜日は、バズセッションやろうと、でまあ、コアバリューズの例えば、まあ、カスタマーフォーカスについてやろうと、顧客に焦点合わせるってことは一体どういうことなんだ、うん、まあ、みたいなことをみんなでギャー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 騒ぎながら話をする、熱く語るっていう、そういうことが、まあ、かなり頻繁に行われますね。ですから仕事に直接、まあ、例えば生命保険 の、 その新しい新商品が出たらその、特性であるとか、うんうんうん、そういうことのディスカッションももちろんあるんですけどね、うん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 、そういうのとはちょっと全く抜きにして、うんうん、まあ、そういう、こう考え方のその棚卸しっていうんですかね、うん、まあ、そういうことはしょっちゅう行いますね。すごいですね。素晴らしくて、これすごい重要で、はい、パーパスとかバリュー、まあ、パーパスとかバリューって一番もう一個日本の会社の課題になるのが、作ってなんとなくおしまいっていう、はい、あできたみたいな、ありますよね、企画部がね、はい、死ぬ気で作ってね、はい、全然なんかみんなし分かんないみたいな、ボカーンとして、で作ったらそのままなんか中継の2ページ目ぐらいに置いて、はい、書くんですけど、はい、もう全然止まって、それがもう最悪で、はい、繰り返しですけど、僕はパーパスで一番重要なのはセンスメイキング理論と呼ばれる理論で、はいはい、経営学でいうと、まあ、非常に重要な理論なんですけど、一言で言うと腹落ちの理論なんですよ、うん、腹落ちと納得性、人は腹に落ちないと行動しないんで、腹落ちを徹底化させるというのはすごい重要で、その時に一番重要なのは、作ったらまずトップが語る、うん、語り続ける、多分マンバラさんもずっと語られてると思うんですけど、当然語るっていうのは大事なんですけど、トップが語るだけでトップ疲れちゃうんで、うんうん、と次に大事なのは、実はねこれも大事なんですけど、意外とね仕組み化する必要があって、評価制度に組み込む、うん、ちゃんとパーパスを実現するのに資する行動、はい、それはその日の営業、その日の営業目標とかそういうのは別にですよ、はい、あなたはパーパスに向けた行動をちゃんとやってるかっていうことをきちんと仕組みで、一番クラスの評価制度なんで入れていく、で3つ目が議論させるってことなんですよ。でパーパスって大体抽象的なんですよね、うんうんうん、当たり前じゃないですか、はい、みんなの意見考えとか、ね、組織の考えを抽象するから、はい、集約するから抽象的だけど、現場で一人一人頑張られている方々っていうのはものすごい現場で具体的なことをやってるわけじゃないですか、うんうん、だからどうしてもトップとか会社が掲げるふわっとしたパーパスと自分の手触り感のある現場っていうのが乖離が起きちゃうんですよ、はい、ほっとくと、はい、だからこそ今自分がやってるこの仕事はうちの組織のパーパスにどう貢献してるんだろうかと、うんうんうん、自分は何のためにこの会社に役に立ってるんだろうか、そのためにはどういう仕事をすればいいんだろうかっていうことを徹底的に議論するっていうのはね、これ実はいわゆるプルデンシャルさん含めたグローバル企業ってね、半年に一遍は絶対やるんですよ、研修みたいな感じで、はいはいはい、そこでその個の現場感とそのパーパスの特定のレイヤーのパーパスっていうところの、なんていうんですかね、こうすり合わせというか、はい、そこをこうしっかりすることによってまたさらにこう浸透というか、そう、それね絶対不可欠で、それがないと結局社長がふわふわ言ってることと、ね、なんだ社長がなんか言ってるよみたいな、俺たちがこんな汗水垂らしてるの分かってないよねみたいな感じで終わってる会社ってすごいあると思うんですけ ど、 なるほど、やっぱりそこはね議論、徹底議論、あとなんか大事なのかなと思ったのが、やっぱりこうその掲げたこうパーパスというか、それを変えないっていうことも結構重要ですよね、はい、きっとなんかそのあたりとかでこうやっぱりこう時代は変わってもそのコアバリューは変わってないっていうところ、それによって、なるほど、いいですね、そうですよね、うん、それによって成功しているっていうところを体感することってあったりされますか、変わっていないことのこう強さみたいなのって、うんうん、まあそんなコロコロ変わるもんじゃないですよね、はい、そうなんですよ ね、 ね、ですからまあ多分これは、まあ、本当にコアな部分だと思う、ね、本当にコアだと思うので、はい、少しずつ
何ですかね、ビジネスですからね、うん、時代の変化に合わせてさまざまな仕様、説は変わっていくところがあるかもしれませんけども、うん、ただやはりその存在意義とかパーパスとかコアのバリューとかそういうものっていうのは、そうそう簡単に変わるものじゃないし、うん、もし本当に変えなきゃなんないんだったら一旦解散して作り直した方がいいぐらいだというふうに思うんですよね、うん、ですから、変える必要もないと思いますし、変わる必要もないと思いますけどね。あの日本でこういったその、そのイノベーションがなぜ起きないかということにもつながるんですけど、ちょっとここからすみません、あの全く忖度せず言うと、日本の会社の最大の課題の一個はね、社長がコロコロ変わることなんです。そうなんですね。あのでつまりあのファミリービジネスとか外資系の会社はいいんですけど、そうじゃなくて、あの、要するにあるじゃないですか、上場企業で、社長が2年2期ぐらいで変わる会社、もう絶対無理なんですよ。だって会社変革させるのって最低10年ぐらいかかるんで、2、3年でできるはずがないと、ところが自分の任期が4年とかね、5年とか決まってたら絶対4年先までのことしか考えないから、そうするとできないんですね。でパーパスも全く同じで、パーパスの浸透ってそもそもそんな簡単な話じゃないんですよ。だって人間の心の根源の話だから。でしかも日本の場合は新卒一括採用で取っちゃってるから、あのパーパスを信じてない人が入ってきてるんで、だからそれを長期で、もしかしたら人の入れ替えも含めて、でどんどん浸透させていくっていうことが重要だから、どう見ても日本企業が今までそういうことをやってなかった会社がパーパス経営をやるときはね、絶対10年かかる、最低でも。だけどそれを社長が、2年とか3、2年2期とか3年2期で任期決まってたら、できないんで、やりきれないから、だからそういう会社はね、ほとんど機能しないんですね。なるほど。だからやっぱりそのコツ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 ブレずに続けるっていう、そのためには逆に言うと、そのパーパスをトップとかそのみんな中心になる方が信じきってるっていう。じゃちょっと間違ってたらおっしゃってほしいんですけど、じゃあ逆に言うと、そのパーパスが浸透しきっている会社であれば、その2年ごとにこう社長とかが変わったとしても、なんていうんですか、その会社は変わらないから、ある意味でこう持続可能になっていくみたいな考え方。僕はそう思いますよ。でまさにね、そういったところがあるのかなと思うんですけれども、あの一方でこうプルデンシャルさんというと、完全歩合の一匹狼みたいなイメージが、ね、私めちゃめちゃあるんですよ。僕もありますよ、正直。すっごいこう、そうですか、はい、なんか、あるので、ザ・プロフェッショナルみたいなね。そうなんですよ。侍がいっぱいいて、そうでがっつりそれぞれ個別で営業してる、歩合制みたいなイメージありますよね。そうっていうイメージがすごく強いんですけど、もう会社のこう雰囲気って、こうそれだけね、パーパス浸透してみんなでこう議論し合ってるんだったら、ね、なんか超エリート、ね、お金稼いでる集団みたいなイメージありますよね。率直に言うと。そうですか、はい、世間から多分やっぱりそういうイメージあると思います。そうなので、ちょっと今回ね、お話聞いてちょっとあのびっくりするところもあったんですけど、会社の雰囲気もカルチャー的なところで言うとどういう感じなんですか。そうですね、一匹狼でどちらかというとドライでっていうようなイメージをお持ちなのかもしれませんけども、実際社内は全然そんなことはなくてですね、確かに完全歩合のフルコミッションですから、一人一人が仕事をしないとそれはなやっていけない厳しい世界であることは間違いないんですけどね、ですけど、先ほども申し上げたように、多分この完全歩合でフルコミッションだから、要はあの時間でお給料もらってるわけじゃありませんからね、そのライフランナーそれぞれが一人一人がパーパスを持ってないと、きっと世の中で通用しないんですよ、お客様の前で。だからだと思うんですけど、パーパスがに関してこう話し合う、語り合う機会というのはすごく多くてですね、先ほど申し上げたようにしょっちゅうこれについてバズセッションを行って、もしあまり今調子が良くなかったら、それはコアバリューズのどこに沿ってない行動をしているのかとか、そういうこともあのみんなで指摘し合いながら、高めていくと、そういう中でいわゆるそのパーパスについて、コアバリューズについてから語り合う機会なんかを通してやってるんで、社内で一匹狼っていう感覚はまるでないですね。あのね、今結構馬原さんすごい僕から見ると先日ながら重要なことをおっしゃってて、個人のパーパスっておっしゃってるんですか。これすごい重要で、あの今までずっと会社のパーパスの話をしてたと思うんですけど、パーパス経営の本質は一人一人がパーパスを持っていることなんですよね。あるいはそれをちゃんと言葉にできるっていう状態で、つまり自分が人生をかけてやりたいことは何なんだろうかということを結構皆さんが自分で内省して考えて、で理想的にはそれがあの会社の例えばプルデンシャルのやりたいパーパスと自分のパーパスが
共感している状態が一番いいわけじゃないですか、うんうんうん、そうするとさっきも言ったように他の会社でも働けるし自分は一匹狼の仕事をしているかもしれないけど自分がやりたいパーパスとプルデンシャルのパーパスが共鳴し合ってるからだからこの組織にいるんだっていうのが一番理想的な状態なんですね。でコロナの前に八木陽介さんっていう人事の世界でとても有名な、まあ、ナンバーワンみたいな方がいらっしゃってモンゴルの雪山、うん、2月ぐらい行くんですけど立派な大手企業の幹部を連れてってゲルしかないんですけどあと節減しかないんですそこに放り出すんですよ。で人生をみんなで考えて議論させてで2日か3日やって最終日にモンゴルの雪原の頂上に一人一人立たれさせて自分の人生のパーパスを5分ぐらいで喋らせるっていうプレゼンさせるっていう素晴らしい研修があってで行ってでやったんですよ。でやって僕なんか大した人間じゃないんだけどまあでもなんかいろいろやってるからなんか喋れるんですけど意外とその3日間散々モンゴルの雪原で議論した後でも立派な会社の幹部の方が雪原のこの山の上に立ってこれから自分がやっていきたいことっていうとね言えない。それは別にその方が悪いんじゃなくてやっぱりメンバーシップ型雇用の中でそういうことを考えられてないんですよ。長い間考える機会がなかったんでだからモンゴルに2日か3日いても無理なんですよ。だからそのくらいやっぱりその個のパーパスっていうものをやっぱり取り戻していくっていうのがすごい重要なんだと思います。でそれも多分習慣的にやってないとダメですね。はい、でもそれがねプルデンシャルさんではできているっていうところが多分普段から皆さん考えられてるんだと思いますよ。そういうことですよね。別に1個これで決まりでもちろん揺らいじゃダメなんだけど、はい、そうなんていうか考え続けないといけないんで人間って、はいはいはい、多分やられてるんじゃないですかね。そうですよね。そういうイメージきっとそうですよね。そうですね。マモラさんご自身も やってらっしゃったりとかしますか。そういう自分のパーパス振り返りみたいな。それはもうしょっちゅうもうそういう習慣になっていると思いますし、やっぱ習慣なんですね。それはもう求められていることなので、うんまあ、それはもう、まあ、毎晩風呂の湯船に浸かりながらでも考えます ね。本当ですか。うん、でちょっと僭越ながら湯船に入りながらどういうこと考えられてるんですか。いやまあ、さまざまな施策を考えなきゃいけないんですけどね。それが例えばそのコアバリューズに沿って物事を考えて決断しているのかとか、一つ一つの決断をこれはそうだったのかみたいなこととか、はい、でその経営判断というのをコアバリューズに沿って社員に伝えられるかとかですね、まあ、そういうことはしょっちゅう考えてますし、まあ、時代が、まあ、コロナでまあすごく大きく変化しましたよね、はい、その中でもそのコアバリューズというものが、まあ、不動のものであって、これをどのような形でこのまた新たに表現していこうかとかっていうこともまあしょっちゅう考えてますね。なるほど。とお時間が差し迫っているので最後のポイントに行きたいと思います。本気のパーパス経営が社会に生む進化について聞きたいと思うんですけど、本気のパーパス経営がまあ実現されると社会にどういった進化が生み出されていくのかということをちょっと抽象的で恐縮なんですが、入山先生はどう思われますか。ですね、うん、一つが、ぜひ読んでほしい本っていうのがあって、はい、英字出版というところを今年出したんですけど、はい、The Heart of Business っていう本があるんですよ、はい、Heart of Business、うん、でこれは実は僕日経新聞さんで書評欄持ってるんですけど、うん、入山系が選ぶ今年の経済書ベスト3っていうのがあるんですけど、うんうん、一番に選んでる。でこの本は、ユベール・ジョリーっていう、人が書いた本でとてもいい本なんですけど、ベストバイってあるじゃないですか、うん、アメリカの、うんはいまあ、ヨドバシカメラみたいなところですけど、あそこが、まあ、実は倒産しかけたんですけど、うん、そこでやってきてフランス人の方なんですけどね、再建させてだっていう再建のストーリーなんですけど、実はねパーパス系の話なんですよ。で実はベストバイってね、ユベール・ジョリーがパーパス系を浸透させたから 再生してるんですね。でしかもその関東圏をソニーの平井さんが書いてて、で平井さんも関東圏でユベールがやったことはパーパス系で、実は私がソニーでやったこともパーパス系ですっていう風にされてて、だから逆に言うと今現実としてそうやってその蘇ってきたりとかいい経営をしだしてる会社っていうのはもうまず経営そのものとしてパーパス系が軸になってるんですよ。それは何でかっていうと繰り返しですけど、組織は人でできてるわけだから、うん、人にとって一番大事な根源っていうのは、特に今の時代はお金も大事だけど、うん、やっぱり思いなんですよね、うん、自分はこういう思いでやっていきたいんだ。で特にこれからは雇用の流動化も激しいし、はい、不確実性も高いっていう不安だし、組織を移り渡る時代だからこそ自分が信じているところで働きたいわけですよね、うん、
だそう考えるとやっぱりもうパーパス系というのは本当に会社の根幹にあるべきだし、ただそれは繰り返しですけど昔から本当はそうなんですよ、うん、でだからプルデンシャルさんはそれをずっとやってるだけで、日本の社会が今変容してそれに追いついてきてるって考えた方がいいと思います、うんうん、でもう一個言いたかったことがあって、あのちょっとこれあのいい意味で言ってるんでちょっと誤解がないようにしていただきたいんですけど、僕はねこれから企業は宗教化するって言ってるんですよ、うん、でつまり人が激しいの出入れが激しいんで、そうするとやっぱり自分が本当に心をから信じられる会社で働きたいから、はい、それってある意味宗教なんですよね。であの今世界で実はあの宗教に入る方が欧米なんかでも減ってきてるんですね、うん、今イギリスはね無神教の方が3割ぐらいになってきてる、うん、だからこれ結構キリスト教から見ると大変な事態だと思うんですけど、うんうんうん、でもだ若い方中心にやっぱり科学が発達しちゃってるんで宗教に入れなくなってきてるんだけど、でもそういう方々って心のやっぱり安定まさには欲しいんですよ、うん、皆さん不安ですから心に常に何か信じていたいものは欲しいんだけど、科学の時代なんでなかなか神様が信じられなくなってきてるんですね、うん、なんで僕は実はそれの代替手段になってるのなるのが企業だって言ってるんです、うん、だからもうより現実的に自分がここなら心信じられる会社だから一緒に何かを成し遂げたいっていう、これでもある意味宗教と一緒じゃないですか。そうですね、なんで例えば日本でその筆頭をやってる会社の一個がユーグレナさんなんですよ。あだからあのこの、1ヶ月前ぐらいに出雲さんと話したんですけど、はい、まあ、ちょっとズバリ言ったんですよ、ユーグレナって宗教じゃないですかって言ったら、うん、はいそうですって話してでただ今まで出雲教だったんだけど、あの会社は出雲さんがすごく強いから出雲教になってたんですけど、これからユーグレナ教にしないといけない。そうですよね。で今実はそういう仕組みを作られてるんですよ、ユーグレナさんは、はいはい、だから今改革中なんですけど、はい、でもそうするとね、入山先生見ててくださいって言うんですよ、はい、これから5年で完全に世の中変わるって言うんですよね、はいはいはい、で何かっていうと、これから5年とか経つといよいよまさにミレニアル世代の皆さんが経済のど真ん中の主役になるじゃないですか、はいはい、でミレニアル世代って川口さんよくお分かりだと思うんですけど、はい、このパーパス系の感覚ってすごいあるでしょ、はい、いや本当にそうですね、だからこの方がねいよいよ経済の主役になるんで、うん、主役になって経営陣とかに入ってくると日本の社会ぐろっと変わるんですよ、うん、だからそういう意味では本当に、はい、あの本当にあの日本経済の根幹ですよね、うん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 、だから要はあれですよね、そういう会社がまあ増えていくことによって、そのまあ本当に本質にウォッシュの起こらないこうパーパスが浸透していって、はい、しっかりその社会にちゃんとこう還元できるというか、はい、社会ごとちゃんと良くしようっていうところがしっかり浸透するっていうところが、まあ、ある意味で進化としても考えられるんですかね。そうですね、そういうところがもっともっと出てくるはずです、はい、なるほど。なんでだんだんあのいい時代になっていくと僕は信じて、そうですね、ますが、真原さんいかがですか。そうですね、うん、まあ、あのパーパス経営が社会に何を生み出すかっていうことの一つに、うん、まあ、クオリティっていうのがあるんじゃないかなというふうに思うんですね、うん、でこのクオリティって一言であの言い合わせないぐらい非常に広いものだと思うんですけどね、うんうんうん、まあ、あの我々 の業種のようにお一人お一人 の、うん、あの個人のお客様に保証をお届けする、それも商品そのものは変わらないんですよ、同じものを持っていただくということは変わらないんですけど、うん、そこにこうクオリティをこう添えるっていうんでしょうかね、うん、あのきちんとこれが俺が持つ保証なんだっていうふうに分かっていただいて加入していただくっていうことにもつながるわけでね、うん、まあ、そういうこうパーパス系によってさまざまなクオリティがこう磨かれていくんじゃないかなというふうに思いますよね。クオリティが磨かれていく、それが結果、まあ、今入山さんがおっしゃるようにいい時代にもなっていくんじゃないかな、うん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 、クオリティの高いものが提供されれば、うんうんうん、それは我々あの消費者側に立ったらそれはいいことにつながりますよね。なるほど、うん、なるほど。あでもいいですね、確かに。つまりはパーパスを信じているから、こういう例えば社会を実現するためにはこういうサービスとか商品を提供しないといけないと。でもそうすると当然ながらその高い目標に向かっているから、例えばですよ、価格もちょっと高い商品とか、うん、日本って今安すぎじゃないですか、そうですね、出てくると、はい、でもそれをやっぱり共感してくれるお客さんが買うと、うん、当然価格は高いけど買ってくださるんで、で日本の課題って今デフレなわけですけど、はい、まあね、今円安のただのコストプッシュデフレなんですけど、もっと全体的に価格が上がっていって、うんうんうん、本当に価値があるものに、でそうすると従業員の給料も上がっていくんで、うんうん、
だからそういういい循環を、うん、クオリティを起点としたいい循環のためにも多分パーパス経営って大事ですよね。一方そのこうクオリティをちゃんとこう担保しながらそのお客さんにもこう理解してもらってというコミュニケーションってこう意外とここから難しいのかなと思うんですけれども、うん、そのあたりとかはどういうふうに考えられますか。こう結構そのお客さんのこう価値観ごとしっかりこうそれこそパーパスに巻き込むような形で、はい、やっていくことが起点になるのかなと思うんですけれども、まあ、コアバリューズにもありますけどね、うん、まあ、顧客に焦点を合わせるお一人お一人の、まあ、それこそ価値観も違えば、うん、まあ、プロフィールも違いますしね、そういう方々に対して要は量を追求してしまうと、うん、まあ、とにかく提供さえしてしまえばいいんでしょうけど、うんうんうん、まあ、そうじゃなくて少しお客様がもう早く提供してよっておっしゃることもあるかもしれませんけど、うんうんうん、もうちょっと待ってください、ちゃんと作りたいからっていう、うん、そういう姿勢をね持って、うんうん、お客様にさまざまな商品であったりサービスを提供するっていうことがすごく大切なんだと思うんですよね、うんうんうん、そういうものっていうのはやはり、パーパスとかコアバリューズっていう、うん、そういう考え方をしっかりその一人一人が持ってないと、うんうんうん、やっぱりやらないと思うんですよね。ですからこのパーパスがあることによってクオンティティではなくてクオリティをね、うん、まず最初に追求していかなければいけない。その結果それは結果として量につながってくるんだと思うんですけど、うん、それをちゃんとやっぱり社員一人一人が分かる、または分からせるっていうことに関してはこれからも力を注いでいかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、あとプルデンシャルさんでいうとその先ほど真村さんおっしゃっていた、まあ、そのお客さんのこう、まあ、人生、うん、にこう伴走するっていうところと、うん、先ほどまさにおっしゃってたファイナル3フィートっていうところで、ね、はい、身近にこうずっと居続けるっていうところで、まあ、そういったこう人顧客の方の、まあ、将来をもう可視化するようなサービスツールみたいなところも始められたっていうことですけど、顧客の将来を可視化する、はい、具体的にどういったものかっていうのを見せていただけたりはしますか。はい、はい、まあ、これはライフイベントテーブルっていう、はい、まあ、要はその人生、まあ、年次が書いてあって、そこで、うん、まあ、例えば2030年には自分は何歳なんだろう、うん、まあ、奥さんは3つ下だから何歳で、もしくはご両親がその時には何歳になっているとか、うん、まあ、そういう、まあ、家族の、まあ、年次が分かるようなものなんですけどね、うん、そこでさまざまなライフイベントがありますよね、うん、でそれがいつのタイミングで来るかっていうことを一枚のシートで表しているものなんですけど、うん、まあ、我々生命保険を提供するときに、まあ、よくなんでそんなこと聞くんですかって言われるんですけど、うん、まあ、例えば川口さんであれば、川口さんの夢って何ですかってよく聞くんですよ。今のですか。まさにパーパスなんですかってなるほど。でその夢やパーパスに向かって、はい、まあ、人は個人の人生も歩んでいくわけですよね、はい、その中で我々がどういうふうな生命保険を持っていただいたらいいのかっていうことにつながってくるので、うん、まあ、まずはそれをできるだけこう、まあ、数字で可視化をしていくっていうこと、これをにチャレンジして、まあ、こういうものを作ったんですけどね、うんうんうん、そうするとこう、まあ、生涯こうどんなターニングポイントでどれぐらいのお金が必要なのかみたいな。そうですね、その、まあ、夢パーパスを実現するためには、うん、まあ、それはご自身だけじゃなくて、うん、お子さんがいらっしゃったらお子さんに対してもあるでしょうし、うん、ご両親にこういう人生を送り通してもらいたいということもあるでしょうしね。逆にどうですか、中にはたまに、うん、いや急に夢とかパーパスとか言われてもちょっとピンとこないっていう多分お客さんもいると思うんですけど、そういう時はどういうふうに対応されるんですか。もちろんそれを無理強いすることはないですよ、うん、でもせっかくなら、まあ、なかなかそういうことをまじまじと考える機会ってないですよね。まあ、先ほどモンゴルに行ってって話ありましたけどね、はい、そのゲルの中で何時間も何日も、まあ、そういう機会って本当にないじゃないですか。まあ、別にモンゴルまでは行きませんけどね、はいはい、まあほんのわずかな時間ですけど、そういうことをちょっと考えてみませんか、うん、立ち止まって。なるほど、まあ、そういう機会も提供したいなというふうに思っていますよね。なるほど。いやでも確かにでもこういうものをこうバッと見て可視化して、そういうまあ考えるきっかけみたいなこととかをね、こう一人の人間としても
考えるタイミングって結構必要なのかな。ちゃんとキャッシュフロー表まで作ってくれるちゃんとキャッシュフローだっていう現金で考えるっていう。そう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 。意外と、いやでも本当に重要なのかなと思いますけれども、はい、ありがとうございます。はい、ここまでいろいろとパーパス経営の重要性のお話もたっぷりお伺いしてきましたが、入山先生改めて今日いかがでしたでしょうか。いや、まず本当に恥ずかしながらプルデンシャル生命さんが、はい、こんなに本当にパーパス経営なんて言葉を超えて当たり前のようにそういうことを長い間、まあまあでも言われてみるとプルデンシャル生命の日本でのパフォーマンス見ると確かにそういうのが根源にあるんだろうなって今思えば思いますけど、やっぱりそういうことをずっとお持ちで、しかもそれを今日ね、今度社長になられる馬原さんが淡々と当たり前のようにおっしゃられるっていうのが、あの本当にすごいなとも思いましたし、多分今日のお話はあの多分いろんな方参考になると思うんですよね。いや本当に多分一ビジネスパーソン、はい、そういうこう経営層とかでもなく、あの一ビジネスパーソンとしてどうするかみたいなのもすごく参考になるかなと ね、うん、ね思いましたね。なんであの本当に、まあ、これからの日本の経済とか社会を考えるでパーパス経営って、そのもう僕本当とにかくこのバズワードが流行るのが嫌で、そうですね本質なんですよ経営の、はいはい、なんでぜひまさにパーパス報酬にならないで、うんうん、本質的な問いとして今日すごい参考になったと思うんで、うん、やっていただければと思います、ね、はい、ありがとうございます。馬原さんいかがでしたでしょうか。ありがとうございます、はい、まあ、改めて、まあ、私たちは当たり前のようにやっていたことなんですけど、そうやってこうやって話を聞いていただけると私は私なりに整理ができてとてもいい時間でした、うん、ありがとうございます。ありがとうございますね。ますますの、ね、ご活躍が楽しみになってきたと思うんですけれども、ここまで、はい、あっという間にお時間が来てまいりました。本日のゲストはプルデンシャル生命保険株式会社代表の馬原寛さん、そして入山昭恵先生でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。